約2年ぶりとなるメジャーアップデートがリリースされました StudioOne バージョン5について新機能を中心に解説を進めていきます StudioOne には全3種類のエディションが用意されていまして最上位となるプロフェッショナルエディションそしてその下位バージョンとなるアーティストエディション完全に無料で使用できるプライムとなっていますこの無料版のプライムは2020年8月リリース予定ということですので今からとても楽しみですそれでは実際に新機能の解説進めていきます まずは、旧バージョンとの互換について、スタジオワン o n 5インストールした場合も、このように以前のバージョンが残ります。5を共存して使用することができます。一つ注意点がありまして、5で保存したソングやプロジェクトはですね、旧バージョン、この場合ですと4では開くことができません。スタジオワン5で開いて保存する前に、ソングやプロジェクトのバックアップを取っておくことをお勧めいたします。そして、アーティストエディションをお使いの方に朗報なんですけども、 バージョン4以前はですね、新たに購入したサードパーティー製の VST プラグインを読むことができませんでした。これらプラグインを読むためには、追加機能を購入する必要がありましたが、Studio One 5 Artist Edition からは、サードパーティー製の VST、AU、Rewire を使用できます。そして次に、楽曲の音質面についても進化が加わっています。このソング設定をクリックします。ここからサンプルレート、解像度を指定することができます。 このサンプルレートは最大で 384kHz これはバージョン4から同様となりますそしてこの下の解像度当バージョンから 64bit フロートに対応していますこれは最近出回ってきている 32bit オーディオインターフェースに推奨される録音フォーマットでもありますこの解像度でオーディオ素材を録音して編集やエフェクト処理マスタリングプロセスを施してファイルの書き出しまで行うことができます 64bit フロートを選択できるのはプロフェッショナルエディションのみとなっています そして見た目の部分、アピアランスにも変更が加わっています。環境設定の一般、アピアランスにアクセスしますと、プラグインとスコア追加されていまして、プラグインのダークモード、後に解説しますこちらスコアのダークモードの切り替えを行うことができます。スコアのダークモード、非常にかっこいいですね。設定面の新機能の後は、オーディオの機能を確認していきます。オーディオのイベントに対して、ゲインエンベロープを描くことができるようになりました。この機能は Studio One、全エディションで使用可能です。 イベントを右クリックしまして、このゲインエンベロープを有効にします。ボリュームの値が表示されます。ペイントツールを選択して、このようにですね、ボリュームを描いたり、矢印ツールでポイントを指定して、ボリュームを調整することができます。この調整結果はすぐに波形に反映されますので、視覚的にも非常にわかりやすいですね。デフォルトの状態ですと、入りですね、少し。弱いんですけども、このあたり持ち上げておくと、よりスムーズにですね。 聞かせることがでできまます。すすご覧いいいただいていますエフェクト類ですね。コンプレッサーや EQ ディレイなどインターフェースも刷新されていましていすま例えばイコライザーこのようにですね下にキーボードが表示されていましてそれに合わせた周波数が表示されるというような形になっていますもちろんこの表示はこのようにオクターブこのようなカーブ表示 を切り替えることも可能になっています。そして次の機能タイムストレッチモードにテープサンプリングが追加されましたこれはスタジオワンの全エディションで使用可能ですテンポに応じて自動的にピッチが変化するテープ効果を得ることができますその方法非常に簡単でまず素材のイベントを右クリックしますこのファイルテンポが入力されていることを確認しますもし入力されていない場合は現在のテンポもしくは元の素材のテンポを入力します そしてこのイインンススペクタタテンポのの部分をタイムストレッチに変更します。その後その下のタイムストレッチのモードをテープリサンプラーに変更しますこのようにテンポの変化によって再生速度とピッチが変わります今は一定のテンポですけども例えばこれをですね徐々に速くしていく遅くしていくなどを行いますとこんな感じになります。 このような SE 的効果やテープストップ効果を得たいという場合も有効です。そして次に MIDI 系の新機能を確認していきます。今回目玉の機能ということでプロフェッショナル版のみになってしまうんですけども MIDI ノートを楽譜で表示するスコア機能が追加されました。エディター部分のトーン記号をクリックします。このように選択しているトラックの MIDI ノートが音符で表示されます。またこの時トラックリストを表示して目的のトラックを点灯させますとこのように複数のトラックを表示することもできます。 もちろんノートの追加、エディットなどを行うこともできます。そしてこの表示つながりなんですけども、スコアやミディエディター、これをですね、フロートにして同時に表示することができるサイドバイサイドエディター機能も便利です。このウィンドウのですね、右上に矢印がありますので、これをクリックします。このようにエディターがフロートで表示されます。その後にですね、このピンアイコンを点灯させます。 このウィンドウの状態、このように固定されますので、さらにウィンドウを開いて、このように確認する。このスコアもこんな感じでですね、ピンで止めておいて、さらにミックスを表示する。このような使い方も可能になっています。そしてこれも非常に便利です。フレーズの演奏法を切り替えるキースイッチを非常に直感的に管理できるようになりました。この機能は Studio One 全エディションで使用可能です。初回のみ、音源に合わせて設定が必要になります。まずこのミディノートの下に表示されていますキースイッチを選択します。 編集アイコンをクリックします。このようにキースイッチ登録画面が表示されます。これを使用するソフトに合わせて登録していくという形です。まずサスティンが C0 ですので、このように名前も付けていきます。これで設定完了です。もうすでにこの機能使えるんですけども、他の楽曲やトラックで同じ音源を使用した際に、再度登録するのは面倒ですので、この状態を保存しておきます。この部分をクリックしますと、プリセットを保存ありますので、これを選択します。あとは名前を付けてですね、OK をします。 もし異なるトラックで同じキースイッチを使用したければ設定アイコンをクリックしましてこの部分をクリックしますとすぐに呼び出すことができますもちろんこのプリセットは複数用意しておくことができますじゃあ先ほどのストリングスに戻りましてあとは簡単ですキースイッチ部分を選択しまして双方指定したい箇所をダブルクリックします例えば頭ダブルクリックしますと登録した双方が表示されますそれでは頭は取れろ。 今です、ね、ノートの頭と指定部分ずれてしまいましたけども左右ドラッグしますとこんな感じで範囲を微調整可能ですこれで聞いてみますとこんな感じで非常に分かりやすくキースイッチを管理できます例えば胃腸した場合もですねアーティキュレーションは胃腸の影響を受けないため非常に素早く快適にエディットが行えます はい。そして、MixConsole にも新機能追加されています。特に目玉となっているのが、MixConsole の状態を保存して、すぐに呼び出すことができる、新機能の追加です。この機能は、プロフェッショナルエディションのみに対応しています。この左部分、シーンの表示アイコンをクリックします。現在の状態から何を保存の対象にするかというものを、この項目から選択します。これらを決めた後、このシーンの右部分ですね、プラスボタンをクリックしますと、 現在の状態に名前を付けて保存することができます。現在シーン1として OK をします。これで現在のミキシング状態保存されました。ここからボリュームやパン変更したり、トラックのミュート、これらを設定したとします。この状態も保存しておきましょう。同じくプラスボタンからシーン2として保存します。エディットする前に戻したければ、このシーンダブルクリックします。ミュートが解除され、インサートエフェクト、ボリュームやパンをですね、このように元通りになりました。 逆にシーン2をダブルクリックするとすぐに状態が切り替わります。もちろん3つ4つとシーンを加えていくことも可能です。もう一つ非常に便利なのがリッスンバス機能です。この機能もプロフェッショナルエディションのみに対応しています。まずですね、この空き部分を右クリックしまして、この中のリッスンバスを有効化を選択します。マスターアウトの隣にリッスンバストラックが作成されます。 この場合、マスターアウトのメイントラックだけではなく、こちらリスンバスにも同じサウンドが流れます。例えばお使いのオーディオインターフェースに複数のステレオアウトがあるといった場合は、このアウトをクリックしまして他の出力に割り当てます。各曲全体のサウンドを異なるモニターから出力することができます。このリスンバスにはもう一つユニークなモニタリング方法があります。リスンバスのアウトはメインと同様に1、2に合わせてあります。 再度です、ね、右クリックしましてこのリッスンバス経由でソロにチェックを入れますとソロにしたトラックをリッスンバスから出力してモニタリングすることが可能です使えてるものがこんな感じですねこの際リッスンバスにインサートエフェクトも適用できますので特定のエフェクトを入れてソロになった場合のみそれを通してモニタリングするということも可能ですそしてもう一つこちらプリフェーダーが備わっていますので 例えばトラックのボリュームを変えたりファンを変更した場合でもこの影響を受けずにモニタリングが行えますプリフェーダーがオフの場合はこの値がそのまま反映されますプリフェーダーを入れますとこの値が無視されて再生されます元のサウンドを的確に判断したいという場合にも活躍します はい、といとったた形で、進化した One 5新機能を厳選して解説しました是非この辺りを取り入れて楽しく音楽制作を行っていただけたらと思いますこの動画が参考になりましたらグッドボタンチャンネル登録をお願いいたします今回もご視聴いただきありがとうございました